こんにちは、フロトリーフチャンネルです。今日は農薬のですね、散布の続きをですね、行っていきたいかと思います。でこちらですね、今すごい天気いいんですけど、本当は曇った日にやっていただくといいんですが、これちょっと撮影用ということでご容赦いただければいいかなと思います。でこうです、中でですね、こう噴霧器を使って散布していきます。一応かけてですね、しばらくするとこの液の方が蒸発しまして、中で毒ガスになってですね、この貝殻虫を殺すような感じになってきますので、とりあえず今はこうかけるだけになりますね。大体こう濡れた、大体全般的に湿らしたら、あとは乾燥する、一晩ぐらい置いとけばいいんで、この状態であまり日に当てないようにですね、日陰に置いていただいて、一晩経ったらこれを外してザーッと洗っていただければ貝殻虫の方も死んでますので、そういった感じでやっていただければ、貝殻虫の被害も抑えられるんじゃないかなと思いますので、ぜひやってみてください。